せーの、ジッププラス3お願いします。お願いします。大吾さんのプレミアムを、ね、何でしたっけ、はい、失礼しました。プレミアムね。プレミアムです。あんまり浸透してないやつですね。みんな逆でしたね。あなたが逆でしたね。あなたが逆でした。私だけですか、はい、多分僕が見た限りはあなただけでした。あの、私でした。やっぱり普段の読みとか上手だから新人離れしてるなって思ったけど、やっぱりあの P を逆にするあたりまだルーキーだなっていう。テレビ慣れしてないちょっと可愛らしい感じが出てたね。出ちゃいましたね、うん、しっかりこっち側にして先輩たちに近づきたいと思います、うん、はい、で今日はそんな林田さんが MC をしてくれるんですか、はい、そうなんです。今日はちょっとお回しやらせていただきます。お願いします。いや早速なんですけど、たくさん視聴者の方から質問届いてますよ。いろいろあるんですけれども、いつもそうさっきちらっと見ていて、はい、一番気になったのが、まあ、突然にはなるんですけど、うん、ナイトルーティーンありますか。突然だね。めちゃくちゃ突然。ナイトルーティーン私あの YouTube で、はい、モーニングルーティーンとかナイトルーティーンって見るの好きなんですよ。なんかこう朝起きてベッドからこう起き上がるところから映像ができてるんですけど、はい、まずこうコーヒーを入れて、ね、ちょっと本を読んでとか、そうありますか、なんか、ま、自分のマイルーティーン。ナイトできてるので夜のナイト仕事が終わって家に帰ってまず何されます。絶対風呂入るな最初に。あすぐ、え先にですか。先に帰ってすぐですか。帰ってすぐ入るで、もういつでも寝られるような状態にしておきたいのよね。で、え潔癖症ですか。いや全然そんなことない。そうなんだ。なんかもう全身綺麗にしてからじゃないともう部屋に上がりたくないっていう。違うのよ。あのね、これあんま朝の番組で言うことじゃないかもしれない、はい、あのお酒大好きなんですよ。あなるほど。だからお風呂から上がっても綺麗な体の状態で晩酌を始めるわけ、はい、料理も好きだから、はい、でもうちょっとほろ酔いになったらもう歯磨いてすぐ寝られるっていう状態を作っておきたい。コンディションを万全にして そう始めると。ための入浴っていうことなんですね。全てはあの一杯のビールのためにっていうね。なるほど。帰ってすぐじゃなくて一個工程挟むのでよりってことですよね。待つのよそこで。しかも体も綺麗になってるし身も心もさっぱりだ。確かにいいな。ポカポカの状態で飲むとまた違うんですか。いやいやもうね、それは大町くんがよく分かってると思いますよ。大町さん、それが僕はもうお風呂絶対最後なんですよ逆に。一番最後ですか。一番最後、寝る直前。ほうお風呂派なので。もうパックリ2つに分かれましたね、はい、パックリ2つパックリパックリパックリ分かれます。でもできるだけ体温を高めた状態で寝たいんですよ僕は。お風呂に入って温めて半袖半ズボンで寝るっていうのが僕好きなんで。夏もですか。夏も冬も。へー。だから平松さんと真逆ですね。多分中の工程は一緒です。お酒を飲むっていう工程だけは晩酌の工程は、ね、だけは一緒。皆さんお酒のために先に入るか後に入るか、うん、僕も我慢できないね。あなるほどね。あのカバン背負いながら冷蔵庫開けて缶ビール飲んじゃうみたいな。あの脱ぎながらもう開いてるって感じですか。あのなんか私が見る YouTube のナイトルーティーンってこう家に帰って手を洗ってちょっとあの一息ついてでなんか料理してとか、なんか結構工程があるんですけども、お二人あのお風呂とお酒以上。ごめんねなんかこんなんであの夢も希望もないかもしれない。ちょっと想像と違ったなって。そうか。そんなことを言う林田さんは。確かに。じゃあちゃんとあれですか、家帰って、お風呂入って上がってあのなんかこう髪乾かしてベッドにこうやって寝転がって雑誌読み足バタバタしながら読んでますか。いわゆる OL の仕事帰り。読んでないです。あら何してるんですか。私もつまんない生活を送ってるんですけど、はい、私はお風呂はお二人と違って、まあ、中間ぐらいです。中間家に帰って三者三様寝るまでの間中間くらいにお風呂に入るんです、うんうんうん。まず家に帰っていろいろ片付けをしたりして、あの部屋着に着替えたりしてちょっとゆっくりしたりするんですね。テレビ見たりでご飯を食べたりしてから、まあ、中間点ぐらいでお風呂に入って、でまたお風呂入った後のこのまたねポカポカの状態が好きなので、いやお酒は一人では飲まないんですよ。あなるほど。よかったよかった。そこはちょっと違ってでお風呂に入ってから、あでも雑誌というか確かにタブレットで動画を見たり、あのベッドで足パタパタしちゃったりして。おいいじゃんそれ。えなんか変わったことはしないの林田さんは。なんか趣味を捉えるとか。あ趣味、私結構趣味じゃないんですけど、うん、肩こりがひどくて趣味肩こり。趣味肩こりなんですよ。ルーキーだよね。1年目だよね。皆さんより凝ってるかもしれないレベルで、もうこうマッサージ屋さんとか美容室に行っても、うんこの年齢でこの
硬さはちょっと大変ですよって言われて、あの家に帰ってすぐあの電気のマッサージャー首の、はいはいはい、あれでビリ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 肩と首をビリビリで電気通るやつだ電気通るやつでその後に小豆のを温めてあの肩に乗せるのがあるんですよ肩周りを温めるなるほどねっていうちょっとあのルーキーとは思えないような、うん、確かに今日でもあのオンエア見ててびっくりしたんだけど、はい、あの三浦さんがあの読み解くのコーナーの前にあの読み解くってさ長い指示棒みたいな、はいはい、あれでこうやって肩マッサージ借りたらいいんだよあれじゃ今度借りて肩甲骨がねあのいいですねほぐれるからバキバキしてから、うんうんお借りしましたお返ししてなるほどでも体のケアしてるんですねちゃんとねそうですね体のケアとかされてますしてるように見えます逆にこの二人が、あしてなさそうまあその暇があったら一杯飲んでますよね多分ねそうだね確かに、だってここはもうあのプライベートも結構相当仲いいと僕は思ってるんで、はい、いや僕も思ってますけど一番多分仲いい遊びに行ったりするんですかまあというかなんか飲みに行ったりっていうのが多いかな、うんはい、先週ぐらいもなんか二人で飲んだよね、はい、先週ぐらいめちゃくちゃ仲いいですね、いいな、まあ、あんまり記憶ないんですあの、ね、使えないことを言わないあの編集してくれてる人がいるわけ大変失礼しました釣りに行ったりもされるんですねあそう一回大町を一回大町を釣りに誘って、はい、あの友人と3人で行って楽しかったいや楽しかったですねで3人とも魚さばけたんですよ、はい、その時はあれはよかった、ね、え大松さんもさばけるんですか僕さばけるの特技なんですごい なんですか皆さん立ち回りで1人がさばいてる間に2人がご飯食べたり飲んだりしてっていうのをローテーションでやって最高じゃないですかあれは楽しかったですね心強かったねなんかいつも自分1人でさばくから、はいうん、いいななんかちょっと興味あるみたいなえそう釣り行きたいんですよだから一緒に行きたくてでもあのすみませんさばけませんあ全然あの何もせずに座っててもいいですか座って食べてくれてもそれで最高のお兄様方いいねちょっとメンバーもね、はい、木金変わったからちょっと新メンバーでもなんか、はい、なんか前から言いましたみたいな感じで確かに確かになんかやりたいよねそこはやっぱりさ、ね、もう大町と畑下さんがやっぱりこうキャプテンになっていただいて、うん、確かに元からいるメンバー子さんですからね我々、はい、ちょっと企画してよなんか、はい、なんかやりたいことありますか後半メンバーで、はい、それこそ前、ZIP の企画として YouTube 上げた人狼があるんですよ、うん、あ人狼ゲームね人狼ゲームを、はい、ZIP メンバーでやったことがありまして、はい、メンバーも変わったしちょっとまた違うことできるんじゃないかなと思っていて確かに弱そうだねバレました嘘つけなそう嘘つけなさそう、全く嘘つけなさそうちなみにめちゃくちゃ弱いです人狼ですかって言われてなんか別にみたいなことしそう泣きながらもうほぼしっかり練習しておきますいいねじゃあちょっとこの後半チームでもなんか、はい、確かに何かやりたいですねはい、はい、じゃあ今度やりましょう皆さんではい、はい、ということで、以上となります、はい、せーの ZIP プラス3でした P やらんのかい忘れちゃった2人やっとったわ今 P よろしくね明日の ZIP も見てね